それでは審理を再開します。なるほど君、先ほどのあなたの主張ですが、はい、驚き弁護士の立証はやはり不十分だと考えています。我々に霊力が授かっていない以上、伝説とも一致せず、伝説だと何でしたっけ、このように見たまま舞い降りて大いなる力を授かるという話なんだが、そんなことがないからということか。したがってこれが始祖の宝玉だと断言できないからです。むちゃくちゃだと思うんですけども、こちらからしたらはあ、まだ言い張るつもりなのか。それにたとえこれが始祖の宝玉であっても革命派に所有権はありません。なぜなら博士を殺害したのはやはり革命派だったのですから。あれ、そこ押しますか。何を言ってるんですか。さっき違うと証明したじゃないですか。革命派が事件に関わったという根拠はありません。ところがそういうわけにもいかないんだ。裁判長、弁護側には新たな証言の用意があります。お、誰だ。ダッツさんが博士を殺害したことに関して新事実を提示できます。何ですってまさか。わかりました。では証人を呼んでください。なるほどさん、早速手を抜きましたね。え、今さら新事実ってなんだろう。まあいいや。誰が殺…え、お前かい。日置正治、未来の政治家である。またこの人か。先ほど休廷中に日置さんが新事実を告白してくれました。彼は思い出したそうです。現場でもお聞きした決定的な事実を思い出した。今更新事実があるっていうのか。あれは夜の11時頃のこと。俺様は挨拶回りをしていた。その時研究室の窓の外から博士の殺害場面を目撃したのだ。これは前まで言ってたことだよな。ダッツは背後から忍び寄り博士を殴りつけていた。凶器はトランクケースだ。あ、それが凶器だったって。ダッツの体型なら重いケースを振り回すことだってできるだろう。殺害現場を目撃していただって、なんで今更そんなことを。そうだよ、そんなことね、そんなところを目撃していたんだったら最初に言ってるはずでしょう。クックック、奥の手は隠しておく、できる政治家の基本だよ。やっぱりますます怪しいなこの人が。怪しい人この人以外にいないじゃんっていうか。凶器の正体はこれまでわからなかった。だが清木さんが目撃していたことで明らかになったようだね。確かに解剖記録によれば、博士は四角い凶器で頭を殴られている。四角い。そうだな。これはトランクケースの角とも一致します。意義あり。痕跡なかったんじゃないの。目撃証言だけでは決定的な証拠とは言えません。いや、証言だけじゃない。証拠だってあるんだ。あ、調べましたかね。さすがに。トランクケースのルミノール反応を調べたところ。うわ、マジか。うわ、そうだったんだ。バッチリ、博士の血痕が検出されたんだ。あれ、待ってよ。でも、指紋がその、ついていた場所が、あ、まあいいや。しかし、ダッツさんが、それを凶器に使ったと。驚きくん、君だって知ってるはずだよ。トランクケースからは、ダッツさんの指紋が、そうだったね。そうだね。指紋はでもそれはつくさ。ダッツさんのやつなんだからさ。
そうだな、状況がひっくり返されちゃいましたね。これは決定的な証言と証拠です。このトランクケースが使われたことは間違いないんでしょうね。でもそれでも、清木さんの証言はちょっと信用性がないので、ちょっと揺さぶりまくれば多分ボロが出ると思います。弁護人、尋問お願いします。多分時間の問題だと思います。こいつの実力じゃひたすら揺さぶればもう。あれは夜の11時頃のこと。俺様は挨拶回りをしていた。待った、挨拶回りを夜の11時にしていたんですか。夜の11時とかめっちゃ迷惑だから、やめてほしいだろうな、周りの人たちとか住民たちとか。ああ、その時間なら誰でも確実に自宅にいるからな。みんな目に涙を浮かべながら俺様の話を聞いてくれたぞ。眠いんだよみんな、あくびしてるだけだよ。あくびじゃないのか。ところで選挙カーは使わなかったんですか。うむ、愚かな市民が警察に通報したらしくてな、夜間の利用を禁止されてしまった。よっぽど大音量でやっていたんでしょうね。それでその時あなたは何を見たのですか。迷惑しかかけてないなら本当に周りに。その時研究室の窓の外から博士の殺害場面を目撃した。確かに見たんですか。それはショッキングな場面を目撃してしまいましたね。我が目を疑ったよ。暗いの里で殺人事件など、これまで殺人事件はあまりなかったんですか。私が知っている限りでは逆転裁判2に1回ありましたしね。まあ俺様が地方議員になったら二度と悲劇は起こらないだろう。だから市民の諸君は安心して俺様に投票してくれたまえ。そういうことが聞きたかったわけじゃないんだけど。証人、あなたは現場で何を目撃したんでしょう。まあそうですね、こっからだな、重要なのは。ダッツは背後から忍び寄り、そうなんだ、待った、初めて聞く話ですよね。背後から忍び寄っていた。博士はダッツさんに気がつかなかったんですか。そうだよ、本棚の前で熱心に本を読みふけっていたからな。ああ、確か心理学の本でしたっけ。なるほど。その後ダッツさんはどうしましたか。本棚のはしごを、登り本をばらまいていたよ。事故に見せかけるつもりだったんだろう。バカなやつだよ。窓の外から丸見えだっていうのに、それも見てたの。さっきちょっと気になる発言があったな。そうだね、そのまあ本を読んでたっていうのはダッツがバカだということ。これちょっと初めて聞く話ですよね。博士が本を読んでいたこと、これは重要な情報です。心理学の本が近くに落ちていた、それがまあ不自然だって話ではあったけど、わかりました。では証言に加えてください。博士は本棚の前で本を熱心に読み込んでいたよ。待った、はあ、あなたは犯行に及ぼうとする犯人を見ながら何もしようとしなかったんですか、政治家として。俺様は政治家である前に一人の人間である。危険から身を避けるという権利もあるので、愚民よ。権利を主張しだしたな、急に都合が悪くなった途端権利を主張しだしましたね。ちょっと疲れてきたよ、あの人の相手するの。あの人の考えコロコロ変わるから。清木さん、証言の続きですが、読書に集中する博士をダッツさんは後ろから殴ったんですね。そういうことだ。ああ、そうなるとおかしくないのかな。凶器はトランクケースだ。待った、間違いないですか。間違いない、はっきりと。あ、いや、ちょっと待って、今思ったけど、
メガネをかけてなかったんだよね。そう、メガネを置いてたんですよね。デスクの上に置いたままだったんですよ。おかしくないですか？本を読んでたんですよね。本を読んでたってことは多分メガネかけてたよね。でもその時に殺したんだったらメガネはそこにあるはずなのに、なぜかデスクの上にありました。おかしいですよね。はっきりと見たのに今まで黙ってたんですね。いや、むしろ語るべき時を待っていたのだ。プレゼンテーションにおいて情報の開示は戦略的に行う。それが清彦の帝王学だ。だからなんだよ、帝王学って。そういうのもあるかもしれないけど。さて、俺様は現場にいるダッツの犯行を見たのだが、ちょっとね、おかしなところ見つけちゃいましたよ、あなたの。その割にメガネがデスクの上にありましたが、よし、今回順調だね。博士が本棚の前で熱心に本を読んでいたですって。清木さん、やはりあなたの発言は当てにならないようです。ほう、神をも恐れない発言だな。ならば聞かせてもらおうか。この清木正原の主張にほころびがあるというのなら。まあちょっとおかしな点ですよね。ではお望み通りそうさせていただきます。博士は最近目が悪くなり、老眼鏡がなければ字が読めなかったそうです。しかし老眼鏡は博士のデスクの上に置きっぱなしだったんですよ。本棚の前で読書していたわけがありません。清木さん、これは遺憾の意じゃ済みませんよ。説明責任を果たしてもらいましょう、政治家として。グッグググ。い次は何だ。いだろう。答えてくれんの。答えてやろうじゃないか。先ほどは勘違いをしただけだ。博士はデスクに座っていたんだよ。そこをダッツがガツンと。あ？でも本棚の前で死んでたんでしょ？正面からですか？だったら博士だって逃げ出すでしょ。博士は居眠りをしていたんだ。ああ。鼻ちょうちんを膨らませてうとうとしていたぞ。全然ハッと話が違うじゃん。そりゃあんただろ。解剖記録には後頭部を殴られたと記載されています。デスクの正面からどうやって後頭部を殴っていたんですか。はめたな、ブロキさん。それはだな、うとうとして頭が前に下がったところをガツンと殴っていたぞ。あー、ふむ、なるほど。でもやっぱりさ、そのちょっと待って、証拠品見よう。あ、おい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 、あ、そうか、こうなってたっけ。あなたは木陰から確か見たんだよね。確かに実際殺害のこの写真を見ると、あなたは確かに見えると思うんです。ここならね、木陰から博士を見えたと思うんだけど、デスクは本棚が邪魔で見えなかったはずですよね。おかしいですね。驚きくん、私には筋の通った説明に、いや、全然聞こえませんね。ほころびだらけですね。ありありですね。なんか俺、この清木さんに対してはなんか何でも矛盾つきすぎない。何でもやれる気がする。なんか自信がある。この人は嘘をついてるという自信があるから、なんか清木さんの発言には矛盾がある。そういうことでしたら証拠品で証明していただきましょう。いいでしょう。わかりましたよ。居眠りする博士を見たという証言はこの上面図とは矛盾していますね。研究室の上面図ですか。清木さんが現場を目撃したのはここですね。そして博士が居眠りしていたのはこの位置です。おかしいでしょ、どう考えても。清木さんの位置からでは本棚が邪魔で
博士が見えませんよね。あ、確かに。ひよきさんは本物の凶器がトランクケースだと知っていました。犯行現場を目撃したことは間違いない。そうだよね、トランクケースを、あれなんかこれ、ナルコトさんもさ、なんか、清木さんを貶めようとしてない？なんか、そういう節を感じますね。そうですよね、ナルコトさん。俺もその意見には賛成です。しかし問題はどこから見たのか、です。そう、犯行にトランクケースを使ったってことを知ってるってことは、事件の現場を見たことは間違いない。ただ、あそこから見たんじゃ絶対見えないから。なんだって？どこから見たのかと。どこにいれば清木さんは居眠りする博士を目撃することができたのか。それを明らかにすることで真実が見えてくるはずです。どこから見たのかか。ここだから、ここですよね。ここであったわけですから。まあ、この辺にいなきゃ、どこだろう。まあだから、ここかだから、まあ、家の中にいれば見えますけどね。基本的にはね。まあ、ここでじゃあ。まさか。そうそう、そこは、そういうことだよね。やっぱ、清木さんがやったのかな。中にいなきゃ見えないですから。はい、研究室の中にいたと考えれば、ついつまが合うんです。研究室の中って、殺人現場じゃないですか。ああ、殺人の目撃者を名乗っていた清木さん自身が、現場の中にいたんだ。怪しいですね。先輩、それでつまり。そうだな。日置さん。あなた自身がトランクケースを振り上げていたんじゃないんですか？あなた動機もありますよね。その、始祖の宝玉を手に入れなきゃいけないんでしょ。だから、手に入れるために殺したんじゃないの？そもそも日置さんにあのケースを振り回すことは不可能だ。なんで？ダッツさんならまだしも、小柄で細身な清木さんの体型じゃね。ああ、無理かな。俺も持ち上げようとして諦めたな。あ、マジか。そういうことだ。あんな重いものを振り回せるのはダッツくらいだ。これで分かったか。博士を殺せたのも、革命派のダッツだけなんだ。どうすればいいんだろう。重いトランクケースが凶器である以上、ダッツさんに容疑は向く。なんとかこの主張を崩せないでしょうか。崩してやるさ。なるほどさんのやり方でね。なるほどさんのやり方。凶器さんに重いケースが振り回せないなら、振り回すことなく凶器として使用したと。発想の逆転。なるほど。振り回さなければ、振り回すことはできないもんね。なるほどさんが教えてくれた逆転の発想ってやつですよ。本棚の上とかに設置しておいて、で、そっから落としたなら別にその振り回す必要はないわけで。驚きくん、言ってくれるじゃないか。面白い。では聞かせていただきましょう。日置さんの証言は非常にあやふやなものばかりでした。そうですね、思い返せばそうだ。嘘800ですね、本当にね。先ほどまでは博士が本棚の前にいたと証言していたのに、今度はデスクに座っていたと主張し始めた。あ、それすらも嘘だと。では実際被害者は亡くなった時にどこにいたのか、そして犯人はどこにいて、どうやって凶器を使ったのか。高いところから落としたという感じで主張した方がいいのか。じゃあ被害者と犯人の位置関係が重要ということですか。はい、2階があったからね、この建物は。はい、犯人と被害者がある位置関係にいればトランクケースを振り回すとも、凶器にできるんです。まさか高いところから落とすというね。事件現場の構造を思い出してください。研究室は特殊な構造をしていました。あの部屋なら、やっぱ2階からなら
博士がある場所に座っていて、なおかつ座っていて、犯人がある場所にいたと考えればケースを凶器にできるのです。だから2階から落としたとすれば、座っていたってことは座る場所がある場所だから、あ、カフェスペースか。だからカフェスペースに博士がいて、でこの辺にこの辺ですよね、この辺にまあいれば、上から落とすだけでいいから、そこはググそういうことか。それなら謎は解けるね。これで全ての謎が解けます。事件現場の構造を思い出してください。平面的に眺めるのではなく、現場の状況を立体的に眺めれば真の殺害方法が浮かび上がります。結構大変な。ってことはさ、待って。いや、さなぎ軍曹、さなぎ軍曹というか、さなぎちゃんが、あ、てか、なんだっけ、名前忘れてた。ヒルネリアちゃんだっけ。ヒルネリアちゃんが、近くにいたってことだよね。高さという凶器を利用することさえできればね。上から落としただけだったのか。そう、清木さんは重いトランクケースを落としたのです。2階の廊下から。それが痛そう。これ痛そうっていうか、まあ亡くなったわけなんですが、これでカフェスペースでくつろいでいた博士に向かって、なんちゅう恐ろしいことをするんですか、あなたは。それでも政治家を目指すものですか、あなたは。心理学の本はカフェスペースにあったのでしょうね。読み終わった後、たまたまそこに置いたままだったのでしょう。そこに血が飛び散ってしまった。だから崩れた本に混ぜたのです。あなたがやったんですね。じゃあ工作は全部。驚きくん、面白い推理。しかし犯行現場がカフェスペースだったという証拠はないはずだ。証拠か。いや、特に特に聞いたことはないけど。だから、あ、待って、あれじゃないですか、コーヒーの染みついてたんでしょ。ずっとそれが意味わかんなかったじゃん、今まで。でもカフェスペースでなくなったんだったら、そのカフェにあったコーヒーがついたと考えれば、今までコーヒー云々なんてどこでも出てこなかったよね。デスクにコーヒーがありましたか。ありましたっけ。そんな調べてなかったけど、カフェスペースだったらコーヒーあるわけじゃないですか。あ、これだ。ちょっと待って、これを的確に、ここですよ。この茶色いシミはコーヒーのシミらしいです。しかも今朝の時点ではまだ湿っていたそうです。コーヒーといえばカフェ、そういうことですよ。このシミが何よりも雄弁に事実を物語っています。おそらく博士はカフェスペースでコーヒーを飲んでいたのでしょう。その時上空から落ちてきたケースが頭に直撃しこれもう決まりだよな。死とコーヒーが本に飛び散ったということですどうなんですか清木さん、何か反論はありますか。できますか、あなたに反論なんて。どう動機は何だって言うんだ。俺様には博士を殺す動機がない。え、だから宝玉でしょ。出たな、追い詰められた犯人お得意の最後の言い逃れ証拠は何だ、動機は何だ、ね、みんな言いますよ。どうせ博士が秘宝を返してくれなかったんでしょう。彼は洞窟に秘宝を隠しちゃいましたからね。あ決まった、おまぬけな話ですね。あなたが革命派は危険と吹き込んだから、博士は秘宝を隠してしまったんです。まさに自業自得ですね。それに博士はニュースであれが始祖の宝玉だと知ったようです。
そうなると、異物は元の場所に戻すべしという彼の性分からして、あなたに返すわけにはいかなかった。あなたのものじゃないからね。だから秘宝を返してもらえずカッとなったあなたは、その手で博士を殺害したのでしょう。ファミーもうそれ壊れてるから捨てちゃいなさい。セロテープで補修してもしょうがないでしょう。ああ、ここえ、ここで、お、驚きくん、ダメなんだ、待ってくれ。日置さんを告発しちゃダメなんだ。は？え？いやー、告発しちゃダメって言われてもね。なるほどさん、何を言ってるんですか？察してくれと。いや、ほら。彼は将来有望な政治家だし、どこがですか？どこが？どこがですか？この国の未来のためにも、不祥事は避けられたらいいなぁと。は？何が将来、この人の何が将来有望なんですか？おい、なるほど、なんとかしろ。このままじゃ俺様が犯人になってしまう。あの娘のことは諦めたのか？おい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 。誰かあなた監禁でもしてんのか？何のことだ？とにかく、なるほどさん、本当にダーツさんが犯人だと思ってるんですか？根拠もなく人を犯人呼ばわりするなんて見損ないましたよ。どうなんですか？なるほどさん、答えてください。なるほどさんが壊れてしまう。このままだと。なるほどさん一体どうしたっていうんだ。これは